疲れ様です。めっちゃ眠い。お次よしんちさん、綺麗だよ。ふうくん、桜太郎さん、なんだろう、すみれ、なんだろう、太郎さんありがとう。なりしみさん、レンボーさん、ふうくん、桜子の人綺麗だよ。れいさん綺麗だよ。なりしみさん、レインボースター、リュウさん可愛い、タタさん綺麗だよ。ナナイチラさん、レインボースター、リュウさん実話っぽい、なっちゃんお疲れ、タタラさん青い花、ヨシベさんお疲れ、可愛い、ヨタンさんバラありがとう、ノブさんも青い花、あっちゃさん可愛いありがとう、ゴジンのホテルタカタさん桜、ヨシベさんレインボースター、太郎さん嘘、コロナシさん、ま、テーマンさん綺麗だよ、キッチンさん綺麗だよ、テーマンさん綺麗だよ、ズボンさん綺麗だよ、ゆうちゃん綺麗だよ、ワンタさん桜、ダダさん綺麗だよ、ありがとう、太郎さん、ま、ありがとう。今日はもう私の体力は残っておりません。ポースポポさん綺麗だよ、ダダさん、さくらあんちさん綺麗だよ、コタロウさん綺麗だよ、ポニタロウさん綺麗だよ、ありがとう。もう眠い。ネキセさんハート、ノムさんさくらありがとう。もう眠です。もうなさっき寝てて、本当は30分寝る予定だったんだけど1時間半ぐらい寝てた。ふみさんハートありがとう。今日はリハーサルもあったので3公演分ぐらいフルでやったから体力が残っておりません。大太郎さんお疲れ。ふみさんハートありがとう。もうメイクしたまま寝とるけさ、もうめっちゃザラザラして、コロナした回復薬ありがとう。おつ今日はね、姿勢が良くなってるってダンサー先生に言われました。これもらった、いやいや映ったよ。もらった。もらいました。かわいい。ありがとう。もらいました。かわいい。ありがとう。あともう一個。これは。それは明日の配信できようって思ってるからまだ着ないんですけど、なとちゃんかわいい、ご支援のデータからさ、GG55 ありがとう。これブラストシップの T シャツかわいい、これ明日着る。 GG55 ご支援のデータからさ、ありがとう。ほみさんかわいい、あつさんかわいい、リーさんかわいい、かわいい、かわいいやろ、カラナイさんかわいいやろ、 T シャツいただいた、フラッシュ着る、タムツリさんかわいい、ヤセベさんかわいい、ありがとう。そうかわいいやろ、明日はこれ着てあれする、お礼のタワーをそれを着ながら読みます。ありがとう。そう、もうね眠たい。なんかもうベタベタしてる、髪の毛もハーフアップなんやん。のぶさん、レインボーさんありがとう、ハーフアップ。りゅうへいさん、さくら、いっしゅさん、
レインボースター、コキンさんハートありがとう。そう、ハッチーさん綺麗だよ、ありがとう。そう、ちょっと頭回ってないよね、ギリギリまで出てた。やったさ、レインボースターありがとう。ハッチーさん綺麗だよ、ありがとう。もうメイク落とそうか悩んだんですけど、トイタラさんダウト、アミちゃんハートありがとう。エプリルフール、今日のエプリルフールはね、あのみんなで嘘ついた、ツインテールをしてるっていう嘘をつきました。もっとねあれしたかった、なんかなんていうの、髪の毛切りましたって言ったりとかしたかったけど、せんかった。キャメツリーさんレインボースターありがとう。レコポーズ、キュンディソーさんハートありがとう。アンジャさん綺麗だよ、ミー君レインボースターありがとう。そう、オキさんとタタイタロウさん、さくらありがとう。オキさんと会ってオキさんに今日ヤヨちゃんソロあるの知ってたって言われて、おー知ってます知ってますよ、聞いてます聞いてますってあー全然聞いてる聞いてるとか言ってあでも大木さんも実はソロあるらしいんですけど知ってましたって言ってなんかよくわからんことしてた。ふうくんレインボースター、かたむつりさんレインボースターありがとう。ちょっとお互いが、りっこちゃんさくら、コロナイさん嘘、アムツリさんレインボースターありがとう。コトさんも嘘ありがとう。そうで、あのひよちゃんあれやろうって、大使の方でも出るんやろうって言われて、えそうですよって、知ってました、そう聞きましたもうそれって、そうえサプライズで出ようと思ってたのにってアキさんにトイナーさん実話っぽいでしょでしょこんなに好きでも目の前を通り過ぎてく。先輩の曲聴くとさ、すごい羨ましい、やりたい全部。牛さん桜、アイラブ市長さん嘘、おひんさんもふくばらありがとう。えすみさんかわいいありがとう。どこかにかわいい、今日の嫌なレス、いやレス送るの大好きだからさ、しつこいぐらい送ってると思う。今日来た方は全員目が合いましたでもやっぱり平日の12時だったから、ちょっといつも以上にファンの人が少なかったんですよ。そう、もうびっくりした。ちょっとお父さん桜ありがとう。でもわざわざ4月1日に来てくださるなんて、もう相当好きじゃないとさ来ないじゃん。でそれでもありがたいと思ってた、誰も来なかったらどうしようと思ってた。そうちょっと少なかったんですよ、悲しかった。でもいやー悲しいって出たそうでも
3部は夕方だったので朝よりは来てくださってて、スケモンさんバラありがとう。そうやっぱり4月1日って忙しいのかなと思った。今お腹ぐるぐる鳴ってる理由を教えてほしいですか。はい、私はまだ夜ご飯をちゃんと食べておりません。出る前にお客さんのニーズ聞かずに、なんかいつもよりは少ないっていうのを聞いてたんですけど、そう結構少なかったから、そうもうありがたい、来てくださってる方と思って。お昼芋食べてた。でもお芋じゃ足りません。天ぷらだったんって。いや今日ね久しぶりにめっちゃ疲れてるのを実感したのでね。あそう、なんかリセットグミみたいなの食べた。レモンのリセットグミみたいなやつ、あのなんかレモンのなんていうの、疲労なんとかみたいな。なんかグミを食べるのは罪悪感があったから、なんかそういうなんかレモンのやつだったらいいかなと思って、レモンのなグミなんだけどなんか疲労回復みたいなやつを食べた。ただのグミでした。リセットグミだ、リセットグミ。それたださん、青い花ありがとう。リセットグミ食べたよ。福もありがとう。寝てる時にね、これ後ろ痛かった。今日の夜ご飯はめっちゃいいね、いいね、いいね、それは良いね、羨ましい、超羨ましい。お風呂入ろうって感じ。明日はレッスンかな、分かんない、多分あごかゆ。もう帰ってそのグミ食べて、なんか本当に一瞬だけ寝ようと思ってたの。本当はその帰るまでに船の中に残ってたから、その時に寝ようと思ってたんだけど寝れなくて結局。だから帰ってる時に寝て、家着いて食べて寝て今。ベッシュさん桜ありがとう。めっちゃ焦った、アラームめっちゃ古虫で全部で起きたらはっみたいな、危ない危ないみたいな、このまままたね過ごすところだったと思って。だから今からはお風呂入って寝る。メイク落と先落とせばよかったって思った。公演の日のメイクだからさ、濃いんですよ。でも今まだね読めてないからね、タワーのお礼を。明日は遅くまでレッスンの予定なので終わってから読むのと、いやさ七並べ全然やってなかったの。だからね七並べを久しぶりにやりたくって、だから七並べを一緒にやってくださいっていう。あっちさん綺麗だよ、ありがとう。眉毛なくなっちゃう、今ねもうフルメイクだから。見え、もうメイク落としたいんよね。ちょっとさ顔の横だけ落としていい。なんかね寝起き、はい、今回使っていくメイク落としはこちら、ダブルヒアルロン。これナイスだ、綺麗だよ、いいさ、かわいい、ありがとう。あもうブログあれされてたらしい、らしいです。皆さんブログ更新されてるって、
今回は尾道について書きました。ちょっとここだけ落としたい。見て、いやファンデーション塗らない女子だからさ、ここだけ落とす。なんかさベタベタする。顔洗ったら一番早いんだけどさ、いいね、すっきりしてる。あ、すっきり。何の配信これ。ほみさんハートありがとう。ゆうのメイク落とし配信、この拭いた髪をプレゼントですよ。前より肌綺麗になったと思う、昔に比べたら。なんかね、塗ったらねカピカピになるんですよ。なんか塗るじゃん、たらね、ちょっと分かんないかな、なんかカピる。いやフラワーフェスね、めっちゃ思った。フラワーフェスティバルめっちゃ出たいんですよ。え、もう誰が出るんだろうってなったよ。出たーい。商店街からブログの写真のね、商店街ね、本当にあのなんか失礼になっちゃう、なんか本当に人がいなかったって言ったりしてるので、夕方だったからいなかったんですよ。そう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 、なんかいなくてジャンプして撮りました。フラワーフェスティバルさ、いやいやさ、広島出身だからさ、あのずっと見てたんですよ。STU ステージをね、見てたから、どうしても出たい、どうしても出たいんですよね。出たいなって感じ。誰かスタッフさん見てないかな。出させてください。ずっとさ、見てた、行ってた場所、見てた場所だから。ヤンシーケヤキさん、綺麗だよ。ありがとう。そう見てたいよ。うん、出してくれんかったら嫌よ。踊っちゃおう、そこら辺で。フラワーめっちゃね、フラワーフェスティバルのなんかね、広島のねなんか大きいお祭りが3個東岡さんとフラワーフェスティバルともう一個なんだっけ、なんかもう一個あるんですよ、大きいお祭りがあるんだけど、それでさ、ややはさ行ってたからさ、出たいなっていう。恵比寿港だ、3個大きい祭りがあるのよ。今年はね、去年かはできなかったんですよ。一個もなかったよね、去年一個もなくって。だからピンピンしてたから、うーん、ね、嬉しい。もう今年いやのフラワーフェスティバルの思い出は、なんか去年友達と行ったんですよ。で友達と行ったんだけど、で STU 去年じゃない、おととしか STU が来るの知ってたんだけど、友達に私そんなに本気で好きなのを言ってたけど、なんかアイドル好きなのを知ってたけど、なんかそんなに本気だというのは言ってなくて、でそしてそれでそしてとかってそれで言ってなかったから、なんか普通に友達に「え、行かんでいいの?」って言われて、うん、大丈夫大丈夫みたいな、その子は別にアイドル好きじゃなかったからね、行かんでいい行かんでいい大丈夫よって言ってたんだけど、音が聞こえた瞬間にもう走っちゃったもうなんかそう STU なんか STU ハテナですみたいになった瞬間にもうめっちゃダッシュしてから、やっぱ行きたいって言って、めっちゃダッシュして後ろの方で見ました。結局なんかここまでの道がね、なんか迷路みたいなこんな感じの道だったの。いやそれでお話的に「やばいやばい行きたい」ってなって、もう行きたすぎて、そう「ごめんやっぱり行きたい」って言って、
友達3人としてたんだけど一緒についてきてもらって、でそれで見て、しかもいやその後バイトだったからいやもうそこあの3人で来てたんだけど、あいやバイトあるけじゃあ帰るねって朝一緒に行って昼過ぎくらいからバイトだったの、2時3時とかだから、あバイトあるから帰るわっつってうっさん桜ありがとう。そうめっちゃそれは懐かしい。そう絶対ファンの人会ってたと思う、去年一昨年か来てる方とかだったら。そう懐かしい、めっちゃ懐かしいはじめこさんレインボースターありがとう。そんぐらいの思い出しか記憶がないんですよね。なんだろう、あと何してたんだろう。なんか3日間とも行ってたのかな、なんかね3日間か2日間じゃないですか、なんですよ行ってた気がする。懐かしいね、めっちゃ懐かしくない。でも屋台のもの食べるとねお腹壊しちゃうからさ、イカ焼きとか。さんも入る前見に行ってた、やっぱ行くよ無料だもん無料だもん。でもいいね、なんか屋台出店みたいないっぱいあったらいいな。リアが絶対食べるやつはベビーカステラ食べるでしょ。いちご飴食べれるんですよ、いちご飴甘いから食べれる。ナベさん、レインボースターありがとう。いいね、懐かしい。よい。なんかそんなあるかな、他に思い出。あ、タピオカめっちゃあった、タピオカめっちゃあった。いやさ、ゴンチュだと思って並んだんだけどゴンチュじゃなかったって話聞いてください。なんかくばらさん、レインボーさんありがとう。ベビーカステラ本当にいい匂い。なんかタピオカ屋さんめっちゃあったのね、去年一昨年かめっちゃあって、本当に一番入ってた時期ぐらいだったからねめっちゃあったんですよ。でそれでなんかゴンチュがなかったのまだね、広島に。だからゴンチュ結構有名じゃないですか、だからそれでめっちゃ気に取って、でどんなタピオカなんだろうと思ってたので、それでどんなタピオカなんかなと思って並んでて、買った後に気づいて、なんかよく見たらゴンチャじゃなかったんよ。なんかね偽物だったなんかゴンチャ風のなんかさ、文字ゴンチャの文字ってさなんか変な文字、なんか文字じゃないですか、それをちょっとパクって違う風のタピオカ屋さんで、それ気づかずに並んで買ってた。ゴンチャじゃなかった、ゴンチャ風なの飲んだ。そう悲しかった、えゴンチャ美味しいとか言っててさ、でよく見たらさ文字見たらそのゴンチャじゃないんよ、何これみたいなえみたいな、えいやゴンえゴうんゴンチャみたいななった。そうそう美味しかったからいいんです。なんだろう、懐かしいな。武士さん桜ありがとう。太郎さんもレインボースターありがとう。武士さん桜ありがとう。先輩の曲やりたい。実質ゴンチで、そう、お兄ちゃんハートありがとう。今日めっちゃ見やすかったから、ふうくん桜ありがとう。レッスン遅れまくってる気がするんだけど、全員とちゃんと目を合わせた自信がある。ヤヤはもうもはやヤヤのファンの人じゃない人とも目合わせてたもん
個人の法廷タカでした。レンボスター、お兄ちゃんハート、ふっくん桜ありがとう。全然ヤヨのファンじゃない人とか、そうね、いらっしゃって、楽しかったなら良い。四国来てほしい。みんなみんな四国来よう、来よう来ようとか。でもね、ガイド結構、ガイドだけなのか分かんないんですけど、他のライブをね知らないから、ガイド結構ね、みんなの持ってる方が多かった気がする。なんか一人とか、なんていうの、なんか単押しの方よりはかは、なんか2個持ってる方とか3個持ってる方とかの方が多かった気がする。そう、クアトロも来て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 、みんな来て。え、本当にヤキさん綺麗だよ。ありがとう。パン屋も行きたいんよ。なんかね、結構みんなを平等に好きでいてくださってる方が多い気がする。ポイントラさん、ま、そう、ま、ま、まです、ま。そう、優しい方が多い。4個とかペンライト4個とかで、ヤヨと誰かとか、ミホリとかやってくださる方とか、曲でペンライトの色を変えてみたいな、だから途中でヤヨのペンライトにしてくださってる方とか、ノブさん、レインボースター、ありがとう、いて、え、絶対嬉しいよ、多分。分かんない、でもそんな、なんかもう嫉妬みたいな人だったらあれだけど、そう、結構、なんていうの、なんていうの、誰もいなかったら寂しいじゃないですか。ってなったら、そう、誰かのやつにしてたら嬉しいかなと思う。ひさやよ、るいさん可愛い、ありがとう。そう、全体を盛り上げてくださってるのかな。うちは全部気づいた今日。あと、前に出るセンター曲の時に変えてくださる方とかも結構いる。なんかめっちゃここでレッスン送りたいのにって場所がいっぱいあって、でも思い出してよかったの、なんか真ん中に刺さないといけないから、真ん中のにファンの方がいなかったら、もう私は真ん中もう誰に刺せばいいのって思いながら刺してる。もう横に刺したいですもん。ルシちゃん、桜ありがとう、おやすみ。なんか今日みたいな日とかだったら特にさ、少なかったからさ、そう、偏ったりしてたらさ、あれじゃない、振り的にね、ももちゃんがこっちで、ゆきりかがこっちで、ゆやが真ん中みたいな感じなんですよ。だからね、ゆやでも横に刺したいなとか思いながら。ゆきさん、桜ありがとう。パンと目合わせて当たり前です。ふうくん、さくら、ありがとう。でもこれはね、教わった術、なんか曲中にもうレスだけじゃなくて目を合わせて、なんかちょっと目合わせだけじゃさ、あ、私僕目合ってるのかなってなっちゃうから、長い間だから10秒とかその人だけを見て歌うだけみたいな。でもそれでもさ、もうレスじゃないですか。そうっていうのを、そう、教わったから、それを今私乱用してる。そう、
ろいろどういう風にしたらいいかとかファンの人も教えてくれるから熱いよ。楽しい。クワトロも楽しみ。今日は髪、今日髪サラサラ、サラいつもサラサラですよ。ナオトちゃんハートありがとう。嬉しい。自分のファンの人じゃない人が公園とかで見つけてくれるのとかも結構嬉しかったりする。31分だって早いね。ダラさんレインボーさんありがとう。早っ。ゆうちゃんはじゃあもうそろそろあれする。嬉しみ深みよかった。はじめまして。今日はじめましての方多い気がする。ありがとう。眠い。いつも私はもっとテンションが高いはずです。多分リサ、とうとうありがとう。だからなんだっけ、ランキングを読みます。アールサクさんに似てるって言われませんかね。めっちゃ言われる。それめっちゃ言われるんやけど。いやめっちゃ言われる。それはおもろい。めっちゃ言われるんだけど。割と言われます。なんか結構ね言われる。はい、ということで似てるのかな。なんか似てるって言われるんですよ。めっちゃ言われるの本当に。そう、よく言われる。言われてみればという感じで、じゃあランキング見ます。似てる、めっちゃ言われる。あとね、誰って言われるだろう。なんか結構似た人とかの名前を出される。ランキング見ます。13位、直人ちゃんありがとうございます。12位、ほみさんありがとうございます。11位、心のアシスタンありがとうございます。10位、はじりこさんありがとうございます。9位、小太郎さんありがとうございます。8位、のぶさん、今日出会いにハマりました、ありがとう。7位、あっちゃさんありがとうございます。6位、甲子園のホーテイターカタヤさんありがとうございます。5位、石さんでいいのかな、石さんありがとうございます。4位、かたまつりさんありがとうございます。3位、ななにしみさんありがとうございます。2位、ふくんありがとうございます。そして1位、あ、コメントにつられて1位やよちゃんって書こうとしてた。間違えた。間違えた。オッケー。で、フェリーってめっちゃいい曲じゃない？これはフェリーじゃないんだけど。何しようかな、今日。今日は、じゃあ、なんかある。Tシャツにしよう。僕は待っているよ。いい感じ。皆さんもぜひゲットしてください。1、やすべさんありがとう。楽しかった。いやいやもありがとう。なんかさ、こう逆にさ、こうやって疲れてるのもさ、いやさ、そんな昨日とかめっちゃ寝てたのね。本当に10時間以上寝てた、15時間以上寝てたからさ、なんかそんなぐうたらしてるよりはこうやって体を動かしてファンの人と会ってなんか眠くなって疲れてる方がいいなって思った。ありがとう。じゃあ、ややちゃんです。皆さんゲットしよう。
ゲット、ぜひゲットしましょう。白汚しそう、怖いね。あ、ちょっと貴重めなとこ出ちゃう。おしん、ありがとう。もう寝ます。お風呂入ってくる。じゃあまたおやすみ。明日ね、バイバイ。おやす、おやすです。